自宅のパソコンを Windows 10アニバーサリーアップデートを行いましたので、ちょっと感想をご紹介したいと思います。まずその前に、アニバーサリーアップデートをどのように適用するかという方法からご紹介したいと思います。まず、Windows キーを押しながら A を押すと、右の方に画面が出ると思います。この画面はアクションセンターと呼ばれるもので、このアクションセンターの右下の方に全ての設定という歯車のマークをしたアイコンが出ると思います。こちらをクリックします。そうすると、今画面に出ているような Windows の設定という画面が出ますので、一番右下にある更新とセキュリティをクリックします。次に更新状態という画面が出てきますので、一番下にある最新の更新プログラムに関する情報をお探しですか？の下に表示されている詳細情報をクリックします。そうすると、自動的にマイクロソフトのホームページが開いて、アニバーサリーアップデートを入手するというボタンが表示されているはずですので、そちらをクリックします。あとは流れに従ってインストールを進めるだけです。途中で何とか再起動したりしますが、特に皆さんが何かをやるという必要はありません。注意しないといけないのは、アップデートにかかる時間が1時間以上かかりましたので、かなり時間に余裕がある時でなければやらない方がいいと思います。実際にアニバーサリーアップデートを適用してみた感想ですが、まず自分の場合、キーボードの設定を変えているんですが、この設定がリセットされていました。ですので、アップデート後は再設定する必要がありました。その他は特に不満と思われることはありませんでした。マイクロソフトエッジの機能が向上していることや、その他いろいろ新機能が追加されていますので、これからどんどん使っていこうと思います。また何かあればご紹介したいと思います。